私が基本的に私たち NTR 相談薬が急に考えているのは、まあ、そういったがんに効くということも重要なんですけど、患者さんがどういうふうに思っているか、患者さんのこう不安を解消するということと、よく病院へはどう行ったらいいんですかということもよく言われます。でよく患者さんの中には、患者さんのご家族の中に、実を言うと自分の身内ががんなんだけど、そのがんっていうことを知らせずに、なんとか内緒で飲ませたいっていう方もおられます。そういったことを何て言われるかというときに、私はやっぱり基本的に、Tell the truth、 真実を言うと言うんですけど、本当のことを言うべきだとは思います。しかし本当のことを言っちゃって、本人のもうダメだっていう気持ちが強いときは、ちょっと時期を考える。要はどうなるかというと、本人の精神状態によって臨機応変に考えてくる。だから私はよく言うんですけど、だからこの漢方をがんじゃなくて、違う、今体に貧血だから元気がないから、元気が出るような漢方をちょっと飲んでみたらっていう形で飲ませてあげると、体調がぐんと上がります。体調がぐんと上がって、あ、体が軽くなった、元気になったって言った時に、実を言うと、がん、あなたはがんなので、やっぱり今上げてますから、この調子でいけば克服できますというような形で、気持ちを精神状態を高めて、それで告知していくというのもいいんじゃないかと思ってます。で次にですね、やっぱり私はこの言葉がとても好きです。近代理化学の祖アンドリュー・パーデーの言葉ですね。あ、ごめんなさい、アンブロワーズ・パレの歌です。それで、医療とは時に癒し、しばし和らげ、常に慰める。これが医療人の気持ちじゃないかなと思っています。でこれは私が病院に勤めていた時に、やっぱり九州大学の医学部の心療内科の先生からこう学んだことで、中尾君、やっぱりこういった気持ちを常に持ってないといけないよと言われ、私は大いに感動して、このメモ、これを常に心に入れております。そうすると、医療人とは家族を支える、患者さんを支える家族の医療人です。つまりこの心を常に忘れないでほしい。そのために本人を、患者本人を常に励まし、寄り添ってあげる。そして少しでも良い点、ちょっとでも良くなったねとか、元気が出たねという点を褒めてあげて、その気にさせて患者さんの気持ちを盛り上げてあげるという。だからがんだから不安不安って言うんじゃなくて、やっぱりこう励まし合って、褒め合ってあげてあげることで、本人もその気にさせて免疫力を高めてあげるっていうことが重要だということ。これで次に、そういったこともやる上で、支える家族っていうことも実を言うと健康に留意しなくちゃいけない。要は先ほど言ったように、戦争を継続していくに関しても、自分が今度元気でないと、補給線が良くないとうまくいかない。だから支える家族も実を言うと無理をしないということです。そうすることによって、患者さんを支えていく、バックヤードがしっかりしてくるようになりますので、だから家族さんも健康に留意してください。で次に、私重要だと思うんですが、生きるということの重要な要素として食欲があると思います。また食欲を出すためには、ある意味好きなものを気にせず食べる方がいいんじゃないかなというような個人的な気持ちです。生存欲、要は生きたいという欲の方が重要だと。だから好きなものを食べさせるんですけど、結果我々のなんか漢方とか、先ほど言った食品みたいな薬膳料理みたいなものを食べることによって、そういった悪いものを打ち消していく、そういったこっちの方、そういったことの方が重要なので、ここでは生存欲を引き出していくということがいいんじゃないかと思ってます。で次に、好きな香りとか音楽、好きな音楽、そして整理整頓、観葉植物など、要は身の回りの環境整備です。やっぱ常にやっぱり綺麗な環境におると、やっぱ自分の気持ちがすっきり、ストレスが取れてきやすい。だから環境整備も重要だということです。で次に、患者さんは自身の気持ちとして、好きなこととか趣味とか楽しいこと、ワクワクすること、
を考えるということです。だからよく昔のアルバムとか見て、この時代はこうだったな、この時代は良かったなとか、そういったことをこう思い出しながら、心のストレスをリラックスをしていって、プラス思考になっていただく、こういったことの整備をしてあげるということが重要だなと思っています。だからまず単にこの漢方を飲めばいいというわけじゃなくて、こういうふうなトータルで自分の免疫力が上がってくるという環境整備が非常に重要だという思ってます。次にですね、これ漢方を病院側に飲んでることを伝えたいという方もおられますけど、これはやっぱりドクターの考え方によります。ですから東洋、我々薬剤師もドクターもそうなんですけど、大学で漢方という授業はないです。東洋医学というものをまず学びません。そしてそのため、このような漢方とか東洋医学とか好きな医師や薬剤師はみんな独自で勉強しているわけです。ですからそういうふうな独自で勉強している先生方にとっては理解はあると。ただそういうものを今度勉強は一切しない方に行ってる。要は、変な話、キリスト教であってイスラム教は絶対認めないという人間はもうイスラム教のことは絶対認めようとしないように、でも逆に両方認めていくよっていう、そういったのもあるんだねっていう分かる先生だったら OK だと思います。だから東洋的考え方に真っ向否定される ドクターに関してはやっぱりまず厳しいだろうと言わない方がベターだと思っております。そのために漢方薬っていうとドクターの方は勉強してないんで、そういった訳のわからないものはやめてくれってやっぱり言われます。だからですから私は安心安全な食物のエキスなんですよ、栄養補助療法なんですよ、これは薬膳として取り入れてるんですよっていうふうに病院側に伝えた方がいいと思っております。こうやってあと何ていうか、大体もうこういったものをね、ドクターたちがもうそういった漢方とかも取っていいよって言った時はもう手遅れの時が非常に多いです。もう自分の力ではお手上げなので、こういったもので取ってなんとかなれば患者さんたちが満足すればいいんじゃないみたいな気持ちになる場合も多いので、早め早めにやっぱり先手を打った方がいいと思っています。でもし許容してくれる先生がおられまして場合、病院側ですね、医師や看護師に関しては必ず自己責任でするということを伝えました。自分の 私は患者と気持ちとしてこういったものを栄養補助に取るから自己責任でしますというふうに明確につける方がいいです。これで次に今度は内容、そのために内容開示というのはやっぱり食べ物のエキスを中心にやっていくから、それはこういったものですよということでお知らせして思っております。そのためになんか例えば、昔流行ったアガリクスみたいなのは、あれは食用キノコではないです。だから長年食経験食べた、人類が市場でずっと食べた経験のある安心になるような食べ物のエキスがいいんじゃないかと思います。これで次に基本的にやっぱり病院の出される処方、やっぱりドクターの方々も一生懸命されてますんで、その処方のお手伝いができないか、そして患者さんのかつ回復力を出すお手伝いをできないかということを考えてますので、基本的に併用を前提とした栄養補助療法をやっていると考えていただきたいと思います。最後にですね、まず私どもえのき屋相談薬は伝えたいこととしてですね、基本的に今までさまざまなやっぱりがん患者さん、ご家族、腹水患者さんもですね、ご家族さんの相談を受けてきました。いろんな治療されてる、いろんな民間療法から、免疫療法から本当ありとあらゆる療法されてきている、そういった方をして、私どもはそういったがん患者さんに対してこのようにしたらいいなとか、経験はしております。そして私どものような考え方を今度尊重してくれているやっぱドクターとか博士の先生方とか、そういった方ともお付き合いできております。そういう方に対してうまく一緒にやっぱ現代医療ということも重要にしながら、我々東洋医学とか栄養療法とか
こういったものに対してトータルで結果が出るように考えてあげるのが我々の役目じゃないかと思ってます。当然皆様の考え方もあるし、そのためにはまず僕は基本的にはもう栄養漢方っていう、そういった専門じゃなくて栄養療法を高めて、いかに免疫を上げて、かつ西洋医療を上げで悪いとこを良くしながら、トータルで患者さんがなるべく早く良くなっていく、で安心安全なもので、効果を出すものを使っていきたいなと考えております。でよくあるんですけど、せっかくそういうふうなことをやって良くなってきたんですけど、落ちてきて良くなってきましたって言うんですけど、そこで良くなったと思ってやめても、実を言うとそこで上がってきたんですけど、まだ落ちる、完全に病気が治ってないもんですから、またこのように落ちてきて、ズドーンって落ちてきて悪くなるって、次に来た時は 2,3 年後に来た時は手遅れになってたっていうような例もあります。ですから私どもはこういう落ちた時にこういうふうに良くなってきて、この継続を維持していけばいいと考えているので、ある程度こう漢方というのは、漢方やこういった栄養補助療法、そういったものは量を減らしても続けていくというべきが重要だと。要は転ばぬ先の杖とか、よく油断大敵という、油断はしないでほしい、一度そういうふうになったらまた悪くなるという可能性はあると。それは病気というものの要素、特にがんという重たいものの要素はしっかり覚えてきながら、油断は絶対してはいけない。ただし一遍こういうふうに良くなってきたら、またこういうふうにしても良くなるんだという方法論とか安心ができますので、そういった意味でまた我々えのき屋相談薬を利用していただけたらいいと思っております。今日は本当皆さんありがとうございました。で私どもの、漢方、がんや腹水の漢方相談は、えのき屋相談薬房、もしくは相談堂で検索をしていただけるといいです。以上、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。